認知症チャンネルのゆしゃすです。今日はですね、山伏茸と認知症予防についてのお話です。認知症の約7割を占めるアルツハイマー型認知症なんですけども、神経細胞の減少によって脳の萎縮が見られております。そしてこの認知症なんですけども、皆さんよく聞かれていると思うんですけども、アミロイド β がまず溜まっていきます。で、仮にですね、これ60歳、70歳、80歳として、75歳で認知症と認定されるとしましょう。で、その認知症になる前段階で、MCI ですね、軽度認知障害というのが発生します。で、それ以前は正常という状態になるんですけども、まずは、認知症を発症する10年、20年、30年前からアミロイド β というものが溜まっていきます。これ徐々に徐々に溜まっていきます。そしてその次にそれを追うようなごとくにリン酸化タウ、タウタンパク質が溜まってきて、神経原性変化を起こしていきます。これはどんどん溜まっていきます。そしてそれをまた追うごとに認知機能障害が徐々に出てくる。これが MCI というものです。そして認知機能障害がどんどん、出てくると認知症と診断されているわけなんですよね。こういうイメージで認知症になっていくわけです。そして今回ご紹介する山伏茸なんですけども、山伏茸と認知機能改善効果についてのお話をさせていただきます。山伏茸にはですね、アルツハイマー型認知症の中核周辺症状を改善する効果が、あるということが臨床試験によって認められております。そして最近ではですね、粉末であるとか錠剤などね、あと実際にスーパーで売ってたりもします。こういったものがどんどん出ているわけなんですけども、そしてこの山伏茸にはですね、NGF という神経細胞成長因子ね、 BDNF という、聞いたことあると思うんですけども、脳由来神経栄養因子もあるんですけども、それとはまた違うもので NGF神経細胞成長因子の合成を促進させてくれるヘリノセン D およびエリナシン C というものが含まれております。このキノコですね、山伏茸なんですけども、日本をはじめ、中国、欧米、北アフリカと広範囲にわたって分布しておりまして、傘もなければ絵もない白い球状のキノコになります。ネットで調べていただいたらどんなものかというものかは分かるんですけども、ライオンズメンっていう、英語読みになるんですけども、ライオンのたてがみという感じに似てることから、そのように呼ばれたりもしております。このキノコが持っている抗腫瘍作用の鍵は β D グルカンと呼ばれる多糖類なんですけども、これは多くのキノコに含まれている成分になりまして、私たち我々の体に備わっている免疫システムに働きかけて活性化してくれます。そして実はですね、アガリクスを上回る豊富な β グルカンというものがこの山伏茸には含まれているわけです。そしてこの記憶力のネットワークに欠かせないヘリセノン、ちょっと噛みそうになるんですけども、山伏茸固有の成分であるヘリセノンはですね、動物のですね、学習能力とか記憶力のネットワークに欠かせないと言われております。その他にですね、山伏茸には豊富な栄養素、食物繊維であるとかビタミン B1 ビタミン B
B2、B6、ビタミン B12、あとはまあカルシウム、アミノ酸、ミネラル類なども多数含まれております。ですので、まあ、認知機能ですね、ちょっと記憶力が落ちてきたなという方は、まあ、こういったね、山牛タケを食べてみたりとか、サプリメントなどで取ってみたりしては、まあ、いかがでしょうか。まあ、あまりね、こういったものばかり頼らずに、しっかり栄養のあるものを食べる。ね、しっかり運動する。まあ、こういったところはまず始めていって、まあ、どうしてもね、年いくと食べる量も減ってきます。運動できる時間もやっぱりなかなかね、運動できなくなってきますので、まあ、そういう方々には、まあ、こういったものも、をちょっと取り入れてみるというところも良いのではないでしょうか。もう一度言います。認知症になる前にアミロイド β が溜まっていきます。それに追ってリン酸化タウのタンパク質ね、これがまあ溜まっていきます。そしてまあ飽和状態になっていくにつれて認知機能障害が少しずつ出てきて認知症と診断されていきます。まあ、まずはアミロイド β を溜めないように体に炎症を起こさない、ね、できるだけ体に悪いものを取り込まないようにしていく。そして、野菜とか果物入っているポリフェノールとかね、炎症を抑えていく、抗酸化、抗糖化、抗炎症という作用であるものをしっかりね、野菜、果物、海藻類、あとキノコ類、あと豆類ね、こういったものを食べていくようにしていってください。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。今日の動画が良かったという方は高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それでは、さようなら。